五冠末期、汚職の横行で腐敗した朝廷は王朝の権威を失墜させ、人心の離反を招いた。だが各地で反乱が頻発する不穏な情勢こそ時代を切り開く好機と見た者がここにある。漢王朝の復興と人生の実現を願う者、劉玄徳、その人である。大徳を旨とし民を休んじる劉備の帰化には、彼を警護する有志の面々が集っていた。その一人一人を天かける竜の爪と化し、劉備は今大義の道を登り始めるのであった。教祖張覚は悪政に苦しむ民衆を取り込み、大規模な反乱軍を組織した。黄色の布を目印とした彼らは黄巾党と呼ばれた。拡大する黄巾党の勢力を恐れた朝廷は討伐軍を起こすため、大陸全土から義勇兵を募る。これに応え各地の実力者が中央に集結した。世相の乱れを憂う劉備も帰化の勇士たちと共に歩兵に応じた。胸中に抱く大徳の志を漢王朝の復興に資する義戦で貫こう。戦力は武器の相棒。あんたの武器もっと強くなるよ。どんな効果のある
たか。俺たちと遊んでいきな。取った。くぞここまでたどり着いた。ならば俺様自らが相手になってやるぞ。トウトウハッハットウトウハッハットウ。言うとんな。全力で。やられただと。この俺様が。